はい、2013年、5月13日月曜シャンソンコンサート終わりの青い部屋ニュースです。ネロです。富山雅子です。はいよ、はい、でーす。だって私も嫌な言葉使うようになった。え、何がですか。富山雅子です。でーす。だってあ、伸ばすのね。そういうのはもう若い人そういうの絶対使わない。あ、じゃあ語尾は伸ばすなということですね。なんとかでーなんとだっけ。あー、なるほどね。じゃあ、まあ言い切ると、そうですね、そっちの方があのお似合いだと思いますけれども。お似合いだなんて、はい、まあね、今日も月曜シャンソンコンサート、まあ、いい感じで、やることができますけど、ね、はい。ちなみにね、最近先生のツイッターで流れてきた情報ね、これ僕ツイッター越しで知るんですからね。情報で、なんか最近なんか野球あ、そう、この間ね、長嶋さんとか、なんか、あとほら、いろいろ出てるじゃないですか、最近。この名古屋から、名古屋に3日間私たち行ったじゃん。はいはい。名古屋でちょっと3日間仕事して、その間に、なんか知らないけどね、テレビをちらっと見たら、長嶋さんが、あれ？これ私絶対に知ってる場所だと思って、うん、で長嶋さんはもう結構ね、私と大体あれ同年配だ。そうですね、はい。で、あれなんでって言ったら、やっぱり多摩川の練習場だったのよ。はい。ね、そこに長嶋さんがなんか訪ねていらしたと。いうなんか話なんですけど。どうでしょう、長嶋さん。全然わからないのが、なんでそんな、だって野球なんて知らない、知らないじゃないですか。だから近藤さんっていうね、ほら近藤さんって大変なほら。なんていうの、いわゆるこういういろんな政治漫画、うん、政治漫画やなんだか、ずっと朝日新聞どこだっけな、新聞にずっと続けて連載してた方がいらっしゃるのよ。その方がやっぱりね、戸川さん、野球って知ってるとかしよう、あんまりよく知らないさ、野球って9人でやるんだよねって言うから、うん、みたいなんて感じで、そんな程度の私は知識なかったのよ、はい。ところが、勝力さんってずいぶん前のオーナーさんよ。読売新聞の社主であり、こう作った方ですよね。勝力松太郎さんですね。松太郎さん、はい、松太郎さんです。はい、松太郎さんが、うん、とにかくね、東京ドームができた時よ、はい、できた時に、はいはい、あそこで巨人軍の試合をやったのよ、はい。で、その時に、やっと思うぞ、なんで勝力さんと会った知り合いになったんだろう。もしかしたら青部屋かもしれない。まあ青部屋そういう方々はかなりね、いらっしゃってましたからね。なんていう感じで、うん、そしてその時に、はい、なんか呼んでくださって、うん、それでね、すっごいね、ごちそうをいただきながら、うん、お弁当だったらすごいお弁当をいただきながら、はい、野球観戦したのよ、はい、その東京ドームで。東京ドームのボックス席みたいなところですよね。そう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 。そして、なんか僕もなんか行った、なんか記憶があるんですけど。じゃあ、あんたこんなちっちゃかったんだ。なんか行った記憶がありますね。あれ、勝力さんだったんですね。すごい、目を見てた。勝力さんだよ。松太郎さんだ。ああ、またすごいですね。はい。ねえ。それでその時だから、はい、それがなんかご縁で、はい、見せていただいたの。じゃあ、トマさんね、なんかね、じゃあ、練習を見に来てくれと。練習を、野球の多摩川だよ、多摩川。多摩川の練習場。はい、勝力さんか、もしくは、ね、スポーツ新聞、うん、私、その頃、何でもやってたから、はい、もう、トマさん行ってくださいって言って、いや分かりませんって、分からなくていいんです、分からなくていいから書いてくださいって言われて、うん、それで連れて行かれたっていうのが、はい、多摩川の巨人の練習場と、はい、それが宮崎なのよ。あ、まあキャンプ場とかありますね、はい、うん、あそこはね、女子禁制なの、はいはいはい、そこに泊まっちゃったの。もう女性として扱われてないって言ったらそれだけなんじゃないですか。女子禁制のところに行って止まったと。あ、思ってなかったんだね、きっと、うん。まあそうじゃないですか、女性の欄からはもう除外されてたってことでいいんじゃないですか。それでなんかね、講演をなんか巨人軍の皆様に対を前に講演をした、そう、講演を頼まれた。
それが多摩川の野球。あ、じゃあ別に野球場に、別に練習を見に行ったんじゃないの。公園に行ったの。公園に行ったんですね、野球を知らないあなたが。そう、はあ、知りませんって言った。いや、野球の話は全然必要ありません、うん、そうじゃなくて、つまりなんかその人生の、はい、もう要するになんていうの、こう、いわゆるなんていうの、負けじ魂、忍耐力とか、はい、それから攻撃、人生に対しての攻撃とか、うん、なんかいろんな、そういういろんな私が今まで生きてきたそういうものを喋ってくれればいいって、そういうことだったのよ。はあ、巨人の選手の皆様の前で精神論をぶつわけですね、あなた。精神論じゃなくて、具体的なことも随分喋りました。具体的なことのどんな、いろいろ。それでちなみに、それ巨人軍って誰が大体、聞いてる方だ。その頃はだって、そのだってあれでしょ、王さんでしょ。はあ、王さん、はい、王さんですよ。王さんが、王さんと原さんと、はい、それから江川さんと、はい、あの黄金時代の、黄金時代ですよ、まさに。ああ、あの頃もうあれですよね、もう結構野球すごかったですよね。それでもう本当に、なんか黄金時代みたいなね、感じでね。でも王さんだから、私はいろいろ、そう、1時間半ぐらい喋らされたというか、はい、喋っちまったね、また私も乗っちゃって。そしたら、なんか知らなくて、王さんがさ、書いてんの。あ、メモを取ってると。メモを取ってらっしゃいました。先生の講演を聞いて、王貞治さんがこうメモを取ってるわけですね。私、なんて真面目な方だろうと。はあ、またすごいですね。まあ、私ね、まあ、だけど、まあ、そういう、なんていうのかしら、まあ、要するにもう、まあ、いろんな苦労して苦労して苦労して、なんかそういう賞を受けたり、それからそれからどういうふうにして歌の仕事も、それから小説の仕事もずっと維持して何十年っていう、そういうようなことやなんかっていうのは、やっぱりこう本人から聞いて、王さんがなんかこう感じることがあったのかもしれないな。っていうか、それ話してる内容は青い部屋ニュースまんまじゃないですか。そうだね。だって戸川雅子はいろいろ苦労して賞を取って、ね、その話でしょ。そうだ。これもう、じゃあもうこの青い部屋ニュースは王貞治さんもメモを取る内容だってことでよろしいですか。それは非常に短絡的な理解の仕方だと思いますけど。まあ、だから王貞治さんは それで自分ご自分のこういったものとどっか重ね合わせた部分っていうのはあったかもしれないし、そして、だから王さんの姿がやったらね、印象的で、そして原さんはまだね、はそこら辺がちょっと分からないんだけど、はい、入った入団した、まだ選手ですよね。だから今なんてもう監督さん、もう監督さんだ、やられてるだけど、だからその時っていうのはまだ一番の若手ぐらい。そうですね、多分そのドームができたあたりなんていうのって、そうでしょうね、多分。もう分かんないわ、私も。まあ僕、まああやふやだから、はい、原さんもいらっしゃったと、そして、なんかね、とにかく江川さんが、江川さんもなんか最初はえーなんて見えてたんだけど、はい、俺江川さんだけ見えないなのと。そしたら何か知らないけどね、公演してるその、部屋の裏側かなんかで、あったら、あー、日向ぼっかなんか、かなり江川さんは自由人であったということですね。タバコを吹かせたかどうかもよくわからないけれども、なんかいろんなそういうところでね、いろんな方のそういうその偽らざる姿というか、なんか人間性っていうのをいろいろと、まあ、いい意味でね、いい意味で見させてもらって、野球のいろいろなほらいろんなやり方、ああいうっていうのも皆さんやっぱり違うっていうのは、まあ、絶対そうだなという、なんか変な納得の仕方でした。ああ、なるほどね。でもすごいですね、なんか正力さんに頼まれて巨人の王さん、ね、原さん、
江川さんの前、ね、まあ、他にももちろんたくさんの粒ぞろいの すごい選手たちがね。だから巨人を、すごく巨人でその時、ちょっと忘れちゃった、はい、うん、なんかもう大変な方たちばっかり、うん、その後すごいもう、まあ、そうですよね、いろんな球団にいらした方とか、あの頃の巨人軍はすごいですよ。じゃあまあそこで公演ぶったわけですね。ぶちましたと。いやまあなんかあなたもいろんなことやってますよね。しかしいろんなことやってるね、うん、それで宮崎行って、宮崎でもってなんかね、なんか要するに男臭いんだわよ。まあ、そりゃそうでしょうね。だって、うん、選手の合宿場ですからね。合宿場だから、うん、でもさ、なんか割合すんなりその男臭さっていうのにすんなりなんか慣れて、うんうん、私どこへ泊まったんだろう。まあ、ちょっとよくわかんないですけど、まあどこでも溶け込む戸川さんということですね。いいんじゃないですか。今もですね、どんどん公演のね、依頼とか、まあ、でもこの青い部屋がニュースもうある意味公演みたいなもんですよね、これね。そうよ、うん、まあ、こういった含蓄のあるお話がですね、いろいろ聞けるとね、それ、まあ、まとめるとね、青い部屋ニュース結構壮大な絵巻き物ですからね、でもその後で結局いろいろとそう、うん、自分の体験したいろんなそういうことっていうのを帰ってすぐにスポーツ紙とか、うん、それからいろんなところに書かなくちゃいけない。あ、そのね、それやってきてるっていうね、そういう、うん、あ、全部連動してるわけですね、それね。そう、そう、うんうんうん、それで行ったんだから。なるほどね、うん、いやいやいや、また驚くべきですね、逸話が出てきた。本当に幅広い、本当に幅広いですよね、あなたのそれって。まあね、ぜひね、巨人軍の方、これからもね、いろんなスポーツ界ですよ、方ね、戸川雅子のですね、スポコン話をですね聞きたい時にはですね、いつでも来てください。私に連絡ください。よろしくお願いします。はい。ではまあそろそろね、ちょっと本題に入らさせていただきたいななんて思うんですけれども、今日はこちら、落第ママでも子は育つ。何せですね、はい、今ですね、青部屋ニュースネロ編、超高齢出産、戸川雅子のね、超高齢出産から、私のですね、生い立ち、いろんな意味でですね、振り返るという、そういう風な形になってます。その中でもですね、この結構これあれですよね、戸川雅子ですね、ミステリー作家だったんですが、でも結構これはね、はい、売れたみたいですよ。結構売れたと思います。これ相当うちにもいろいろたくさんあります。それで戸川雅子はですね、もともとミステリー江戸川乱歩賞を受賞したミステリー作家だったんですけれども、超高齢出産を境にですね、随筆家、まあ、エッセイストみたいに、ね、そうです。それでですね、こういう風な形で育児、暴露本か、まあある種の暴露本ですよね。だってね、僕ね、これね、内容いろいろ見てきたんですけど、あなたの男遍歴からですね、もう赤裸々にも程がある形のですね、まあエッセイをね書いてまして、だからね、僕もね、その高齢出産のね時が僕のデビューですって言ってるわけなんですよ、ね、だってもうしょうがない。だってね、次から次へとこうやってね、頼んでもいないのに書いていくんですから。何せやっぱり育児エッセイストですから、こうしてですね本にもなっちゃう。そしてね、こうやってまあ見てください、これじゃーん、かわいい、またこれね、これが私と戸川雅子と、まあ、ツーショットでの、こういう風な写真がですね、なんとこれ書いてあるのを読むとですね、これも週刊読売さんで撮影していただいたと、ね、そういう形なんですけれども、これいくつぐらいなんですか。僕ね、これいくつぐらいなんだろう、3つ4つ、はい、3つか4つじゃない、そうでしょうね、まあ、これぐらいの、まあ、こんな感じで、まあ、結構可愛い格好を、ね、させてもらってるんですけど、ね、おやった、タイマイはたいたのよ、このコート。いや、せいぜいこのコート、そんなタイマイはたいてない、そんなにタイマイはたいてないというところですね。はたきました、タイマイはたきました。何ですか、その恩着せがましい感じは、ちょっと本当に。私だった、
本当にこのコートなんていうのは本当にボロボロになるまで着てるのにさ、あなたにだけは新品よ。なんかものすごい押し付けがましいんですけど、しかもしかも子供の服、子供服でお下がりできま、できないですからね。今は全部お下がりだもん。はい、あ、そうです。あの今月のお下がりこれ一着。今月のお下がりいただきました。これね。本当にだけど。私のすべて何にもあったって本当お金かけないで済んでるね。まあはい。だって譜面でしょ。はい、譜面もそうだし、はい、あの洋服全部お下がりで済むからね。まあ、ね、まあ、お下がりで済んでる。またねでもねやっぱこんでねあのなかなかね今売ってないですから。売ってない売ってない。うん、やっぱりねなんていうか当時の先生がね。買われてたところ、まあ、結構すごいところで買ってましたね。その頃っていうのはね、なんか知らないけどね、いやそういうの着ないとなんかみっともないとか、今なんてあった今日なんて完全にあなた安全ピンがいくつついてると思ってんねん。あ、こちらね、うん、いやもうボロボロでこうやって安全ピンって全部止めてるんですよ、ほんと皆さん、うん、私がほいってどれだけ、はい、あのね、まあでもそのうちこれもお下がりで来るかもしれませんので、あの、はい、まあドレスですからね、はい、あのまあちょっとよくわからないという話なんですけど。あんたドレス着たら大変じゃない。それでね、ちなみにあの前回あのもうあの1歳当時のあの僕の写真とかをこう皆様にお見せしてね、あのいろいろなってたんですけれども、この当時のまあ2、3歳、3、4歳ぐらいの時ってどうだったんですか。なんかもうこの本読むと、まあ育児戦争と、育児戦争ですよ、うん、本当にだって子供は本当に大変、はい、だからさ子供、まあ、あの普通、まあ、でも子供なかなり働いてらっしゃるお母さん増えてるけれども、それにしてもお子さんだけを育ててらっしゃるあのお母様方もいらっしゃる。だから本当にねやっぱりあの楽ですよ、子供ばっかりだったら、子供だけを育ててるんだったら。ああ、なるほどね。うん、まあでも要するに、うん、あのシングル、まあシングルってまあ一応相手いたんですけど、そのあの前回見てくださいね、金曜日にしか来ないんですよね、亭主ね、亭主が。まあそれでもね、これ読んでるとね、なんかもうそれも合意の上で全てが成り立ってるという話なんですけど、そうそうそう、はい、それからね、それでまあでもまあ自分で選んだ道なんですよね、それね。そうよ、うん、そうよ。でまあ一人で育てると、うん、うん、けれどもまあ仕事も結構ね、先ほども言ってましたけれども、やっぱりあのまあ巨人軍のところに今日講演しに行ったりと、いろいろまあ、あと本あのエッセイ書いたりと、まあいろいろ大変。本当や、うん、子供なんかがでボンボコボンボン大きくなって、うん、その時にこうやってお腹にこうやって手を乗せてたから私。まあまあじゃあ僕はもう、もうここになったら、ね、生まれた時の生まれてからもう3、4歳ぐらいの話。3、4歳。いやこれは一番大変。だから一緒になってあったね、はい、あのウルトラマンなんとかなんとかなんてそうわーなんてやってるわけじゃない。僕がですね。そうよ、まあやりますよね、ウルトラマンごっことか。なんて私だって一緒になってこういうとこからさ、ウルトラマンなんだセブンとかさ、なんかやれてんだから。あ、僕が要求するわけですね。そうだ、いいからあのウルトラセブン役をやってくれと。そうそうそう、うんうん、あったよもう。あ、こんな頭のウルトラセブン絶対いないと思うんですけど。あ、じゃあ、 私 の、 あの演劇にあの付き合ってくれたと。本当にあと大変だった。だからウルトラの、ウルトラの父が来た、ウルトラの母が来た、全部覚えてたから。貴重ですね、これ。あ、シャンソン歌手。そして、ラララ、ここに来た。空を見ろ、星を見ろ、全部覚えさせられたから。あ、覚え、僕があのもうウルトラマンにこうもうこうハマりきって、あのいいから覚えろと。もうよ、覚えないとどうなる。覚えさせない。だって私ずっとこうやって一緒になってこうやって見るんだから、ウルトラマンでセブーンなんてこうセブンセブンセブンって全部知ってるわよ。あ、じゃあウルトラマンにはかなり詳しいわけですね。それだけじゃないわよ、もうウルトラマンだけじゃなかったじゃん、あの頃ね。だからもうそれでもってあった大変に、私だってあった
こういうとこからさ、飛べとかさ飛べあ、スタント しろと、スタントをしてくれと、はいはいはい、自分はさ、このくらいのとこからさ、うん、でーんなって飛んでさ、身軽だからいいわな、うん、私大変なのやって本当に肋骨に夢中って。そうですね、だってあの勝負俺手術なんですから、もうだってその頃もう50過ぎてるわけですもんね。もちろんそうね、それがですよ、あのウルトラセブンなんて飛んでこうボーンとかやってやるわけですね。怪獣役ですか。いや怪獣もやれって。あ、1人2役3役をこなせと。そう、あ、結構まあ私監督だったわけですね。じゃあ結構監督も無茶言いますね。そうよ、だからなんかいろんなさなんかいろんな変なもん持ってきちゃうさ、うん、なんかウェーなって火吹け、火吹ったって。あ、まあ、火吹けるもんだと思い込んでたわけですね、私も。そうよ、はい。まあ、火吹きそうですけどね、一見。それしょうがないですか、子供的にも。うん、まあ、その頃からじゃあ、僕の中ではあの魔女だったり怪獣だったり妖怪だったりっていう認識があったわけですね。そうよ。あ、大変だったわよ、本当に。それでもってさ、あのなんか、で少しね、うん、少しなんか私ちょっとお金回りがいいってさ、なんていうの大きなあれ買わされたんだよ、あのほらなんていうの、あのレール、大きな一畳以上の、はいはいはい、なんていうの、あのなんかあの一応刑事プラレールプラレールみたいな感じです。あの要するに電車かなんかこう、おお、そう、うん、でもうあれで待ってさ、あるんで、だから今度車掌をやんなくちゃいけない。あ、今度車掌さん。あ、僕の遊びにそういうふうにずっと付き合っててくれたわけですね。でもしょうがないですよね、だってあの何せあの兄弟もいないし、要するにあの周りにね、そういうふうななんていうか遊び相手もいないわけだし、だってね、何せ鍋釜屋さんですから、別に同世代の僕そういうふうなね、友達とか、まあこう2歳3歳とかだったらまだ幼稚園にもね、あんまりロックスっぽい行ってないような時期ですからね。いや、だから、うん、だからね、その時にしょっちゅう事務所の人で、うん、ね、はい、これ重要なね、テーマ出てきました。鍋釜屋さんですね、うちね。そしてですね、私を、まあ、そうです、私をですね、まあ、ある種ね、まあ、ウバーみたいな形でですね、先生がまあいろいろなところに行ったり、忙しい時に面倒を見ててくれたのが、その侍という名の女性でした。ね、僕ずっと男性だと思ってたんですよ、ね、まあ、だって普通にだって男性の格好してますから、普通にね、それでさらしを巻いてるんですよ、ね、胸にこうギュッとさらしを巻いて、もう一切胸なんか私にはないっていうですね、状態ですよ。それでですね、世話してもらっててですね、夜になると、まあ先生いないから、まあ、こもりしてくれるんですよ。そうすると軍歌歌い出すんですね。そうだ、そうなんです。私もなぜか僕軍歌にものすごい詳しい。だってもうなんて言ったって、私が運転してたあんたと、うん、そのね、はい、彼女とブンブンわらわしブンと飛ぶぞ、こんなの知らないでしょみんな。軍歌なんだから。なんかね、僕ね、耳元でね、ずっとね、こもり歌で軍歌とシャンソン聞かされてたの。ここはお国の何百人、ね、そうそうそう、何せね、侍というね、名のね、お鍋さんですから、やっぱりですね、もう命張ってるわけですよ、いろんな意味で。もう何せ侍ってあだ名がつくぐらいですから、もう行くとこまで行くと、ね、そういう形なんですよ。もう本当に大変だったね、やっぱり。何せね、本当ね、僕ね、周りにいた方々が全部性別逆転してますから。ずっとね、子供の頃、こういうね、痛い系な子供の頃ですよ、この頃ね、この痛い系な、ね、子供の頃ね、おじちゃんなんてやってたら全員おばさんだった。おばさんってやってたら全員おじさんだった。まあ、ある意味環境すごいですよね。そう、だからさ、それはしょうがないじゃない。だって私はほら、なんかそういう、この前の時言ったじゃない、ニュースで。だから婦人公論っていうところでもって、そうです、もうダメだった。だからレズとかホムとかっていうのを、すごく私が、それはもう別にそういうふうな差別っていうのは一切ないんじゃないかっていう、それを延々と
書いたけどな、うん、そしたらやっぱりそう全国的にそういう方たちっていうのは目が開いちゃったわけよ、うん、まあ、ある種、ね、まあ、パイオニアですからね、その道の。いろんな方がいらっしゃいます。そうです。そのパイオニアの中でですね、青い屋という店をですね、ずっとやってて、まあ、その結果ですね、私の周りが全員、はい、もう私の周りが全員性別逆転してますコロコロね。それで、まあ、軍歌をずっと聞かされてね、僕育ってきたんですよ。うん、軍歌ってシャンソンっていうのは奇妙に面白いね。なんかね、本当ね、誰とも本当にね、誰とも共有できなかった。だってずっとね、夜な夜な僕軍歌吹き込まれてるんですよ。でね、大人になったら侍になってね、戦地を赴けみたいな、ずっとそういう教育をされてて、その挙句にですよ、母親ずっとね、シャンソンで自殺の歌とかね、お釜の歌とか、そういうのをですね、家で練習して。そういうばっかりじゃないじゃん、ね。いや、そうだけど、まあ、いいシャンソンもちろんありますよ、もちろんありますけど、まあ、そういう環境ですね、この頃。この痛いけな少年が置かれたね、環境が。もういいわ、なんか見せることないでしょ。まあでもそういう環境なんですよ。まあそれでその侍さんが、うんうん、まあ、異常にあなたを可愛がったね。そうですね、何せ埋めませんから。埋めませんから、はい、だから代理母になっちゃった。代理母、あなたがね、うん、私は前じゃん。ああ向こうが、ね、ウバみたいなね。ウバね、うん、ウバっていうか、まあ、とにかく目が点になるぐらい、うん、可愛がっちゃったな。そうですね、うん、本当に。でもあなたはほら、やけどした時なんかでもさ、はい、こんな、いや、これよりもっとちっちゃかったでしょ。うん、分かんないですけどね、僕ね、ちょっと、うん、いや、だって、やっと大やけど したんですよね、僕ね。やっとだから、はいはいから立つことができて、それでもって、伝え歩きをずっとしてて、そして、こういうところの下地症、うん、下地症、うん、まあ、顔が、頭が、うん、ね、だからこうやってこういうふうにやって、こうやって伝え歩きして、こうやって、そしたらここに熱い紅茶が入ってたわけよ、うん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 、それが全然見えないから、うん、ずっと手で持って、それがひっくり返ってた、うんうんうん、バシャンってなったわけですね。それでここからブワーッと熱湯浴びた。ケロすごいですね、うん、それで私とこの、おじさんおばさんがおじさんおばさん、うん、はい、でもう引っかかえてすぐそばの、うん、病院の先生。今、うん、今だから彼女というか彼、まあ、彼女だね、うん、おじさんおばさんが、おばさんおじさんが、うん、でよくわかる、はい、もうとにかくすぐに氷を、そういうところをやっぱりパパッとやって、うん、氷をバッと当てて、それでも全然ケロイド残ってない。そうなんですよね、本当にその侍さんの、ね、役に立たしますよ、うんうん、すぐにバッとなったらすぐにね、ケロイドにならないために氷を自我に当てちゃったんですよ、はい、うん、いやでも本当にそういった感じでですね、本当に僕のね、うん、玉のような男の子一緒だと、ね、そうです。それで今でもですね、いろいろ、お世話になってる本当に大好きな、方です。おじさんおばさんです、はい、本日のね、青い部屋ニュース、私の幼少時代ね、一体どういう状況だったか、ちょっと、はい、皆様知っていただけたと思います。私は、軍歌とシャンソンをずっと聞いて育ってきました。そういうことです。そしてね、今週の、木曜日、5月16日には、はい、徹子の部屋に、登場いたします。その子供時代もいろいろ登場いたしますので、ぜひチェックしてね。そうですね、はい、そういうわけで青い部屋16日です、はい、本日はこれまでとさせていただきます。ぜひ次回もまた見てね、よろしく。